15位栃木 SC 対8位モンテディオ山形、昇格に望みをつなぎたい両チームの一戦です。まずは6月の前回対戦で6対1と圧勝している山形。10分ディエゴのクロスのこぼれ球を拾った川西、さらにこぼれたところを山崎、立て続けにシュートを放ちますが栃木ディフェンスに阻まれると、対する栃木は20分華麗なパスワークで一気にゴール前へ抜け出した広瀬、5試合ぶりにスタメンの広瀬がおよそ2ヶ月ぶりのゴール。前回対戦のリベンジに燃える栃木が先制します。リードされた山形は28分、ディエゴ松岡とつないで山崎、決定的でしたがシュートが鈴木智之に止められると、その直後栃木がカウンター、広瀬が一気に逆サイドに振って走り込んだ近藤から西川、しかしシュートは惜しくもポスト直撃。先制点を奪ってからリズムに乗る栃木は、さらに前半終了間際再び西川が狙うも追加点はならず、栃木1点リードで折り返した後半、まずは山形にチャンス。56分、ディエゴのパスがフリーの川西へ、落ち着いて決めた川西は今シーズン2ゴール目。ディエゴの絶妙なアシストから山形が同点とします。後半リズムのいい山形はさらに60分、再び山岸のロングキックからゴールに迫り、最後は山崎、しかし逆転ゴールとはなりません。すると後半攻めあぐむ栃木は80分にようやくチャンス、オーバーラップしてきた山形が狙いますが、シュートはクロスバーの上。共に勝ち点3が欲しい両チーム、88分には山形、途中使用のロメロフランクから松岡、しかしこちらもクロスバーを越え、試合は1対1のまま終了。山形はまたも連勝ならず、栃木も前回対戦のリベンジはなりませんでした。